タレントの木下ゆきなが、今日18日深夜に放送されるテレビ朝日系バラエティ番組、東京ラフストーリー。毎週金曜24時50分チルダに出演し、安倍晋三首相に夫婦喧嘩を仲裁してもらったことを告白する。東京ラフストーリーに出演する木下ゆきなイコールテレビ朝日提供様々な業界で本当。似合ったおかしなエピソードイコール、ラフストーリーを再現ドラマで紹介していく同番組。今回は、別れた夫婦やカップルのよりを戻す、復縁業にスポットを当てる。それを受け、結婚8年目という木下は、今も夫、藤本敏文、FUJIWA。RA と、よー、で揉めてる、と、喧嘩ばかりしていることを紹介。4月21日には、安倍首相主催に、桜を見る会に夫婦で出席した際、夫婦喧嘩を安倍首相に仲裁させてしまったという。安倍首相と挨拶を交わしているときに、木下は夫の唯一のギャグ、顔でかいからや、を引き出す。つもりでわざと会話を振ったものの、藤本からまさかの真面目なリアクションが飛び出したそう。せっかく首相の前で夫にボケを披露してもらおうと思っていた木下は、そんな藤本の気の利かない態度に場を忘れて、打ち切れ、おい。振ってるんだからちゃんとやれよ、と、安倍首相を間に挟んで夫婦で言い合いに発展。その結果、安倍首相が、まあまあ、落ち着いて、と夫婦喧嘩を仲裁して、触れたといい、MC のフットボールアワーや山崎博成も大爆笑となる。この日の番組では、年間200件もの依頼を受ける復縁のプロを徹底取材し、その驚きの仕事内容を再現ドラマ化。有村愛理、鈴木拓、手島優、徳井健太、平成のぶしこぶし、とまるさやか、レーザーラモン RG、西村随。トゥ、バイキング、な演技校舎たちが集結し、復縁業者ならではの衝撃エピソードの数々を伝えていく。さらに、気になる復縁業者の報酬も公開される。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。